木管はリズムよく書いていきましょう。横の線は真横に書いていきます。あまり白の空間を開けません。線と線がくっついてる形がいいですね。うん、えっ、ー、と入り方としては。 線のの引き,引き方の特徴ね。まず親指親指からこう入っていってそれから小指小指で抜けていくようなイメージイメージねでお筆は高い位置から入出してそれから高い位置へ持っていく。 うん、この辺の空気を筆先にまとわせるまたこの辺の空気を撹拌するようなイメージで大きなモーションでお筆を運んでいくと木管の線の勢いまた柔らかさも出てくると思いますグイグイと書いていくリズムに乗ってグイグイと書いていくと 木管の線が描けると思います。